おい、やべんじゃねえのか。カッツ、おい、死ぬなって言ったろ。お前は私との約束を破るのか。カッツ、うっせえな、ゆするんじゃねえ。傷に染みんだろうが。ガッツ、俺は物心ついた時には戦場にいた。俺を育ててくれた傭兵団のボスは剣の振り方以外何も教えちゃくれなかった。死にたくねえって理由だけで、こいつを振り回すことしか知らねえってだけで、俺は戦をやってきたんだ。そして何より一番肝心な戦うわけってやつを、俺はいつも他人に預けようとしてたのかもしれねえ。ガッツ、お前、あ、お前、まさか、まさか鷹の段をやめるつもりじゃ。キャスカ、お前に話しておこうと思ってさ。お前たちを探しに捜索隊を出すようグリフィスに進言しに行った時、周りの貴族たちがなんやかやと随分反対したんだ。でもグリフィスは言ったぜ、きっぱりと。あの二人は鷹の段の要です。失うわけにはいかない。グリフィスが？ああ、大したもんだよ、あいつにそこまで言わせるんだから。正直少し焼けた。それからこれ、百人斬りの大将に塗ってやんな。粉、薬？俺がその昔働いていた旅芸人の一座に一匹のエルフがいてね、そいつがまた気のいいやつでさ、俺が事故で大怪我をした時にそれをくれたんだ、エルフの粉。エルフ？まさか。ほんとさ。ま、今のご時世信じてるやつも少ないけど、いるんよ、ほんと。信じようと信じまいとどっちでもいいけど、ただその粉の効き目は折り紙付きだぜ。俺は戦場でもそれで何度か命を拾ってる。そいつで最後なんだけど。そんな大切なものを。いいって。薬一袋で100人の兵隊が手に入ると思えば、随分と安い買い物だぜ。ありがとう、ジュド。なんか急に塩らしくなっちゃって。放て！うわあ！
再生機関だ。ボスコーンが来るぞ。いつまでも戦力を割く余力はない。このまま長期戦になればおのずと。いやはや悠長な。ドルドレイはチューダー最後の共闘歩。奴らを駆逐し、この百年戦争を終結させるのは今おいて他ありません。さよう。これは千載一遇の好機ですぞ。いや、しかし。ガッツが鷹の段に入団する前のこと、数え切れないほどの戦死者の中で、グリフィスは名も知らぬ兵卒見習いの少年の亡骸を見つめていた。戦場におもちゃか。よっぽど騎士に憧れていたんだろうな。こいつのことはよく覚えている。まるで物語の主人公でも見るような目で俺を見つめていた。こいつは幸せだったろうか。夢の途中で夢を見ながら行けたのだろうか。それとも死は夢の終わり、絶望だったのか。この子を殺したのは俺の夢なのかもしれない。かける言葉が見つからなかった。その時からグリフィスが少しずつ違って見え始めた。ある夜、グリフィスがゲノンと共にいるところを目撃してしまった。どうしてグリフィスがあんな奴と。金だよ。え？軍隊というのはただそれだけでも金を食う。鷹の段はこれからまだまだ大きくなる。そのためにも必要なのさ、莫大な軍資金が。あの老人はどうやらこの俺がお気に召したようだし、俺は彼の財産に興味があった。利害が一致したってことさ。だからって、そんな。戦場に出るということはそれだけ多くの部下を失うということだ。グリフィス、もしかしてあの子のことで。違うよ。俺は合理的に考えたまでさ。戦場に出て部下を失うことと老人一人たらし込むのと、どちらのリスクが少ないか。俺はね、キャスカ、俺の采配で命を落とした仲間たちに何ら責任を感じてはいないよ。でももしあいつらのために、死者たちのために、俺に何かしてやれることがあるとしたら、それは勝つこと。あいつらが命を懸けてまでしがみついた俺の夢を成し遂げるために勝ち続けることだ。俺の夢はあいつらの屍の上に立つことでしか実現できない。所詮血塗られた夢だ。そのことで後悔や後ろめたさはない。だが何百何千の命を懸けながら自分だけは汚れずにいられるほど、それほど俺の欲しいものはたやすく手に入るものではないんだ。グリフィスは強かったんじゃない。強くなければならないんだ。これ以上遠征が長引けば再度戦費調達の必要に迫られます。度重なる課税に民衆の不満が高まるのは避けられません。さすがの鷹殿も今回ばかりはお手上げでしょうな。ご命令とあらば。いや、それも致し方ないこと。いかに戦の申し子と謳われようとも。え？グリフィス卿、まことなのだな。鷹の段にドルドレイ攻略を命ずる。次の戦い決まったよ。ドルドレイは鷹の段で叩くんだって。ドルドレイ？希代の名将大将が攻めてもこの100年落ちなかった難攻不落の要塞だぞ。すでに先発の白虎騎士団は壊滅したらしい。おいおい、それで無理な仕事を押し付けられたってことかよ。いや、
グリフィスが名乗り出たようだ。でかい戦になるようだな。けど心配はいらねえよ。あの冷静沈着なグリフィスが決めたことだろ。冷静でいられればいいのだけど。何？昔鷹の段は地方貴族の領地紛争に参戦したんだ。その貴族は資産家だったが悪趣味で有名だった。目にかなった少年ばかりを集め従者としていたんだよ。子供はみんなうつろで怯えるような目をしていたさ。ある晩私は見てしまったんだ。グリフィスが奴といるところを。冗談だろ、あのプライドの塊みたいな奴が。グリフィスは勝つために何でもするんだ。自分の采配で死んでいった者たちにせめてできることだって。そんな、でその貴族がどうしたってんだよ。その財力に物を言わせてある国の戦の前線で総司令をしている。おい、まさか。チューダー帝国北方戦線総司令官ゲノン。それが奴の今の肩書きだ。ったく、どっから攻めろってんだよ。後ろは断崖絶壁、最新式の大筒がおよそ20門。あとは矢と油と石の雨ってとこかな。とりあえず正面から攻める以外ないな。しかもあの司祭聖騎士団もいるんだよね。勝てますよね、俺たち。いけるか。さらに二つに分けたというのか。面白い、受けてやろう。先方出撃、敵第一陣を壊滅せよ。第一陣、前面の敵を蹴散らせ。なんて数だよ。本当に大丈夫なのか。今はグリフィスを信じて戦うだけだ。このような攻撃、一時しのぎにしかならぬ。奴ら何を考えておる。この旗の下で剣を振るのは多分これが最後だが、鷹の段切り込みたい隊長としてのけじめだけはきっちりつける。援護します。
ってくる将がいるか。こいつやる。さっさと蹴りをつけねえとやべえ。一度戻り立て直すとしよう。冷静じゃねえか。そろそろ潮時だぜ大将。第一陣撤退、本陣まで下がれ。撤退とか、クエリス、思い切ったことしやがるぜ。敵が敗走していきます。何をしておるボスコーン将軍。ゲノム総督、敵は敗走していくぞ。ミスミス勝機を逃す気か。ああ、しかし…ふん、皆に告げる。敵大将、白い鷹のグリフィスを捕らえた者には思いのままの褒美を取らす。ただし、必ず無傷で捕らえるのだ。よいな。陣形を整えろ。後ろは川、逃げ場はない。命を捨てろ。
これ以外に生き残る道はない。生き残れば俺たちの勝ちだ。予定通り奴らは餌に食いついてきやがった。ってわけだ。そうなんだよな。ここから城内へ入れる。すべてグリフィスの情報通りだ。もう容赦はせんぞ。今度という今度こそ英国貴族の誇りにかけても慰み者だ。またお前か。本当にゴキブリ並みのしぶとさだな。まんざら嘘でもないようだな。お前どうしようもないゲス野郎だけどな。ボスコン、うろたえるでない。数で勝るは我が方。各隊陣形を。戦う敵は容赦するな。